101kg, Ring Japan, Kosaka, Tsuyoshi! Aoka, 98kg, 第5試合です。注目の一戦、モーリス・スミス対高坂剛。この試合は島田裕二さんがさばきます。さあ熊熊さん、はい、いよいよモーリス・スミスリングス初登場、そして試合を見せます。相手は高坂剛。そうですね、まああのまあ、モーリス・スミスといえばやはりキックボクシングでですね、それこそ一時代を築いた名選手ですからね、はい、どんな試合を見せるか楽しみですね。今日はご覧のようにグローブは着用しておりません。まあ、日本では各団体で試合を行っています。このスタイルや慣れを見せていますが、さあ、タックルに行きます。高坂剛、速い動きです。最近大きく成長ぶりを見せています高坂剛。このスミスに勝つことがありますと、その弾みがつきますよね、なお一層ね。そうですね、はい、まあ、あれですかね、高坂選手はやはりタックルからですね、グラウンドに引きずり込んでというパターンでしょうね、はい、山田さんどうですか。しかしスミスっていうのはこれジャングルに住んでてもおかしないような人ですねこれ。あの迫力があるんですけれども、近くで見てもとっても紳士といいますか、優しいんですよ。そうなんですか、だからこの人暗闇から走ってきたら怖くなりますよね、なんか。あ、そうですか。あの熊子さん、はい、その辺よく熊子さんご存知ですけども、はい、あの非常にユーモアたっぷりの選手ですね。そうですね、本当にリング上降りるとですね、もう本当に明るくてですね、もう性格のいいところを見せてくれるんですよ。そうなんですか、そうなんですよ。非常にこのスタイルに関してはやっぱりキックボクサーですから、はい、非常に謙虚な姿勢を見せております。スケープです。昔ロブカーマンというのがいましたね、キックボクシングの、まあ、リングスにも上がっておりますけれども、まあ、名前としてはどうですか。比べるのもちょっと無理かもしれませんけれども、熊子さん、そうですね、ネームとしては、ネームとしてはもう本当世界的なあれですよね、2大ネームですよね、はい。まあ、スミスは、まあ、そういうリングを入れるのもそういう姿なんですけど、はい、まあ、リングに一つで上がればですね、そうするとクレバーなファイトにしますね、そうですね、はい。しかしこれグローブはめてないっていうのは余計怖いでしょう、はい、入念に、まあ、そこがポイントだと思うんですけどね、はい、さあガードした。高坂は大阪の方に赴きまして、横尾足立ジムでボクシングのね、はい、ディフェンスの訓練を受けたそうですね。そうですね、まあ、グローブはめてないって言っても小手割りですからね、はい、高柳さん、はい、僕も29歳の時横尾足立ジムで習ってたことがあるんですよ。あ、そうですかですね、いや僕はレベルちゃいますけどね。じゃあ同門ということになりますね。いやいや、もうサンドバッグで飛ばされてた人間ですから私は。さあその弟弟子に当たるんでしょうか。高坂がまたエスケープを奪っています。これでワンダウンです。しかし本当にね、高柳さんが言ったようにね、この一戦高坂さんにとっては大きいですね。そうなんです、なんといってもビッグレバーさあイールホールドを取り決めた。これが決まりました。一瞬イールホールドで高坂が優勢に勝ったと思います。素晴らしいキレを見せました。一瞬でしたね今ね、ヒールホールド。実はスミスはですね、ヒールホールドを一番警戒したんですよ。しかしその警戒していたヒールホールドでやられました。高坂剛、抜群の稲妻のような速さを見せています。かなり苦しそうですね。今かなりね、一瞬でしたけど入りましたからね、はい、今ちょうど天井のカメラが捉えていたところなんですが、入った瞬間は皆さんもバッチリとご覧いただけたかと思うんですが、試合後の握手を求めに行きました。これはスポーツマンライクでいいところですよね、はい、いや、しかしあっという間でした、はいはい。スミスは長期的な参戦をリングスに希望するらしいですからね、はいはい、まあ、今後グラウンドを覚えて、まあ、どうなるかというところですね、はい、2分28秒ヒールホールドです。モーリス・スミスは試合前には山本選手あたりと技を教え合おうじゃないかと、そういった話も交わしていましたけれども、はい、まあ、今後どうなるか楽しみではありますね。いや、もう打撃なんか付き合ったらもうこれはイチコロだなっていう感じがしました。一発
一発じゃない三発ぐらいもらったんですけど、なんか破壊力がありますよね、すごく。ちょっとぼーっとしてるっていう感じで。いやでもリングスっていうところに上がってる以上は、やはり昔強かったとか世界チャンピオンとかそんな関係ないんですよ。オリンピックで優勝してるとか全然関係なくて、リングスっていう一つのルールのもとで、そのリングの上で2人がいてどっちが強いかっていう、ただそれでも単純な作業なんで、今日は相手に勝ったっていう、それだけです。はい。